けど、だけどね、今日は大丈夫、大丈夫なんだよ。本当にお腹空いたんだよ、お姉ちゃん。ねえねえ、だったら今日は？今日のお夕飯ってどんな？約束って何だったっけ？もうタイガが来るならちゃんと教えておいてって言ったのに。どうしよう、やだよ、髪ボサボサだし、あくびも見られたかもだし、お腹鳴ったの聞こえたかも。かっこ悪いよ。何を言ってるんだ、そんなわけない。この頃あの子は、私の可愛い妹はちょっと、ほら、特にタイガには隙を見せたりしたくないんじゃないかな。さあどうしてかな。きっとかっこつけたいのさ。お年頃っていうのはそういうことだろ。はあ、あの子最近なんだか外の世界からいろいろなことを覚えて帰ってくるんだよ。どうやらどんどんおませな子になっていっててさ、姉としてはそれなりに気を使って大変なんだよ。トウヤ、そろそろそこを開けてくれないかな。
そのままじゃ台所へ行けないよ。これからお夕飯を作らないといけないし。恥ずかしいとこ見られたのが恥ずかしくて、死にそうだよお姉ちゃん。タイガの誕生日だぞ。だからさ、3人でお祝いしようってずいぶん前にそう決めてたろ。
だ。そうだって仕方ないよ。算数苦手なんだもん。どうしよう。そろそろ夜だ。私たちの時間だな。トヤ、今夜もいつもみたいに夜の街を見回ってきてくれるかな。